鮮やかなこの写真のような色をしていたんですが、今はこんな感じで、になってしまいまして、もう傷だけなんですが、でもこれでもう出すのおしまいかなと思っていたら、今回ね、こちらの企画で、まあ、岡田さんに来てもらってなんとかということで、出してみたんですが、まあ、いかがでしょうかね。ちょっと僕らとしては不満なんですけども、今もやってるんですけども、もう布がですね、すごく粗くなっていて、目がですね開いてしまって、空気入れてもどんどん抜けていくっていうですね状態で、今一生懸命シリコンで目を塞いでるっていうことをしてます。本当はもうちょっとですね、角もピンと立つし、真上に立ちましてね、それから、もっと立派な姿でお見せしたかったんですけども、まあ、こんな感じになりました。だから思いはですね、僕ばかりしゃべってるとあれですけど、思いとしてはですね、何なのかなっていう感じですね。いや、要するに僕ら2人ともね、もう人生結構これで変わってしまったものなんて、またこうやって対面するとね、何とも言えないですけど、どうですか。いや、まあ、できるだけ思い出したくないというのがこれで、まあ、基本的に室井さんは僕も多分体調を壊して、まあ、借金のやっぱ2000万ぐらいとかやっぱり被ってくると、家族には黙ってるんですけどね、なんとなく息子を大学行ってんのにこいつもやめなあかん日が来るのかなとかいろいろやっぱり思うから、まあ、あんまりね、いい気持ちはしなかったんですけど、でも一つ室井さんとやってて、二人やからできたってことすごい大きいですね。これ一人やったら絶対耐えかねてやってないし、それとこういうことは絶対してないです。一人やったら不吉な感じですね、バッタゴイして。こんなことがもうさらやったわけです。一人やったら多分絶対やめてるんですけど、なんとなくデコボココンビで一人が落ちると一人が上がってるみたいな感じで、こうシーソーみたいになってね、僕はもうがっくり来てた室井さんがやたら元気でやるんだみたいな感じで、俺はエーハブ船長だとか言ってモビーリックを倒すんだみたいな、エーハブ船長だって言われたって、だからバッタにぶら下がって死ぬんだみたいなね。だから結構まあいろんなことありながら、それからまあ今日ね、岡田さん来たってインターコンチの、支配人の方がずっと支えてくれたりですね、で八幡さんとか行政の人が支えてくれたり、まあ僕らが珍道中してる間に周りにどん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 いろんな人がついてきてくれたんですね。まあそういうことが大きかったので、それ以降ですね、やっぱりこう誰もついてこなくても一人でやっておくと振り返ったらついてくるからっていうのが、まあ、ある種確信に変わったと。だからやっぱ大人が責任と取らなきゃいけないんだということはやりながら覚えたということが一番大きかったですね。だからまあそれは良かったんですけど、良かったか悪かったのか、そのやり方で他のこともやり始めるとやっぱなかなかヘビーになってくるわけでね。でヘビーになるんだけど、やっぱそういう責任の取り方っていうのは僕らはしとかないといけないなっていうことと、やっぱり今教育現場に室井さんもそうだ、ずっといるんですよね。でこういう話またなると思いますけど、やっぱり日本の教育って僕は完全に間違ってると思って、管理ばっかりしてて冒険させないんですよね。で冒険させて大人が後で面倒見てやるとか、もうそれよりも一番最初に全員が責任取らなくていい体制なんですね。安心安全、安心安全っていうのは誰も責任取りませんよっていうことの裏返しなんでね。だから俺に任せると俺が借金するとか、まず俺が俺がってさ、俺なんで、まあ、一番最初にね、だから室井先生が自分の科研費という大学のね、研究費をバッタの特殊金具作んなきゃいけないから間に合わないっていう、それを全部俺が作るって言い出して前に走り出したのが一番きっかけなんですよ。それまでやる気はなかったんだけど、で室井さんがもう金具注文してしまったから行くしかないってなって、それが、まあ、5000万から6000万かどこまで行ってしまったっていうのが、まあ、原因なんで、だからまあ、もう今の手伝ってくれた学生もこうやってもう今もついてきてるし、若い学生、知らない若い、一応生まれてたと思うけど、学生たちもね、そういうことで、まあ、マチュピチュみたいなもんかな、まあ、そこまで綺麗じゃないけど、見てもらって、文化遺産として見てもらえればね、ああ、昔こういうバカでやった人たちがいたんだみたいなね、
なるからそういうまあことはこれからもやっていかないとどん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 なんか世の中がちっちゃくなってしまって面白くないから、いや行政の人たちもアーティストとかまあ僕たちが責任取ってね、俺らの責任でやるからって言って無理無理やりだしたら、いや実は応援したかったんですよとか言ってくれるから、だからアーティストが先に行政が反対してるからできませんでしたとかそういう寝言は絶対言っちゃいけないけどね、反対しようが何しようがやりたいもんやりたいんだって言ってやっぱ突っ走っていかないと結果的にやっぱみんな幸せにならないというか、まあまあそういうことをこれで教えてもらったかなって思いますね。お二人の共通点というと、その作品を作ったり研究を発表しながら常にその教育の場にいらっしゃるということと、やっぱりこの壮大な全長35メートルを超えるバルーンをまず作ってそのホテルに設置するというプロセスにおいて、今回もこの展示に力を貸してくださったカラゼミの皆さんの存在が大きいと思うんですが、まあ、今日初めての方もいらっしゃると思うので、どういうふうに、まあ、この作品のプランができて生産されて展示まで至ったかというかいつまんでちょっとお話しいただけるとありがたいです。まあ、今椿さんもそうでできるだけ短く喋ろうと思ってても結構長くなっちゃうんですけどね、もともとはですね、まあ、美術業界の人はよく知ってる昔ですね、京都国立近代美術館の学芸主任だった河本真嗣さんが、2001年の横浜トリエンナーレのディレクターの一人だったんですね。でまあ2人は個別に河本さん知ったんですけどもあんまり親しくなかったんですよね。河本さんがなぜか椿登と室井さんをくっつけたらばとんでもないことができるんじゃないかと思ったので紹介しまして、最初紹介されてすごいギクシャクして、もうなんかね仲悪かったんですけど、であんまりやる気ないんで僕がちょっと怒って、京都に押しかけたりね、山口県で作品制作中にわざわざですね萩まで行ったんで、ね、萩まで行って何しに行ったかっていうと、なんで椿さん全然何もしてくれないんだってこう言って、でまあ、その萩まで行かれるとさすがにちょっとね何とかしようみたいなことになるんですが、まあ、そんな感じでずっとやってるうちに、このバッタね、これまあ結構でかいんですけど、椿さんが作ってきた CG のバッタは全長200メートルぐらいなんですよ。であまりにそれがバカバカしいんで、まあ、椿さんはそういうの大好きなんで室井さんこれや絶対これで行こうみたいなこと言うんで、あんなことやったら大変だけどできないね、順番から言うと、いろいろあるんですけども、まあ、そういう形で河本さんに紹介されて、最初は情報メディア、室井さんその時最先端の情報文化論の最先端の人やったんですよ。デジタルな人やったんですよ。めちゃくちゃデジタルな人やったから、僕その頃ちょっと神戸の震災後ね結構インターネットとかデジタルの仕事してたんですよ。だからそれでぴったりやと思ったら全然違ってて、もうあれ悪いことしてないもうそういうのは終わりだって室井さんに言われて終わりなんですか俺やろうと思ってるのにみたいなことがあって、でやっぱりバーンといかなきゃダメだって言われて、僕もともとそういうの作ったでしょ。だからそんなん作らないでやっぱりグランドどこにインターコンチの隣にあってっからランドマークでしょ、ランドマークにキングコングが上がっていくようなものを作らなきゃダメだって言われて、でそんなことはできませんよみたいなん でしばらく半年ぐらい話してて、でいろいろあって、じゃあ現場見に行こうっていうことになって行ったんですね。でまあ僕はバカなこと言ってて、メキシコ人の労働者いっぱい集めて空いてる空き地に全部トウモロコシ植えて、でそれ栽培させてグローバル経済がいかにひどいものかっていうのを国民に見せようじゃないかみたいなと、そんなことはやめろキングコングじゃないか、今はそれいいと思う、今はね港未来空き地があって今の新興のねところも空き地だらけだったんで、あそこにねトウモロコシがいっぱい育ってね黄金色にこう夕日に輝いてるの、いやだから遺伝子組み換えトウモロコシをモンサントから入れてぎっしり植えて、それでパエリアを作って全員で食べるっていう巨大なね、そういうことを考えてたんだけど、室井さんはいやガーンとそんなやろうぜって言われて、で僕もちょっと考えてみたらやっぱ最初の取り